やっはろー、どうも、こんにちは。マジラジオ芸人ハマです。アニメリアク職人こと。はい、現在ですね、10月6日14時18分です。さて、今日は、ついに、響けユーフォニアムとね、京都タワーホテルのコラボの部屋に泊まりに行く日です。はい、今から京都駅目指します。めっちゃ楽しみ。行ってきます。はい、今、京都タワーホテル到着です。15時16分ですね。はい、今 UFO 仲間の方が、手続きしてくれてますんで、入る瞬間ちょっと自分でリアクション取りたいと思います。はい、ということで今手続きが終わったんで、今から UFO 部屋に向かいたいと思います。824ですよね。じゃあちょっとピッとやっていただいて、ありがとうございます。で、824やからこっちか。こっちか。さあ、ちょっとご対面楽しみですね。はい、今日は UFO 仲間の方と来ております。824。うん。広そうだね。ここですね。うん。あ、ほんま広そうですね。今日はおっさん3人ですからね。どっちでしょうね。あ、開いた。じゃあちょっとアッキーさんのリアクションを最初に、アッキーさんのリアクションを声だけ入れさせてください。あれ、電気つかないですか。ちょっと待ってください。はい、電気、あ、カードじゃないですか。あ、カードさすのか。かざすか、さすか、さすのか。あ、なるほど。あ、はい、あ、じゃあちょっと見ましょう。すいません、ありがとうございます。レーナがお迎えしてくれた。うおー、レーナがお迎え。すいません、先入ってしまいました。はい、おー、症状がある。おーおーおー、なんじゃこれ。北宇治ファイト。おー、めっちゃいい。おー、めっちゃいい。一期八話。おー、これ生や。これパッと生が出た。すごいですね。夏服やから、関西の前かな。ん？違うな。これ生や。これ出た。すごいですね。周一と久美子のグータッチは、これ二回でしたっけ？確かこれ一期ですよね。グータッチは。これはあれ、あ、違う。関西か。これはあれだよ。飛び出すものか。違う、駆け出すものか。ああ、だから二回ですよね。うん。これ二回ですよね。で、葉月がこれを目撃してるところ。あ、葉月目線の。そうそうそう。あ、さすがアッキーさん。あ、名前言えてしまいましたけど大丈夫ですか。さっきも言ってたっけ。あ、言いましたっけ。あ、言ったか。これ今2期3話ですね。これ2期9話ですね。2期13話。ああ、大好きなシーンがあるやん。2期4話ね、もう最高。これ1期11話ですね。1期12話ですね。2期7話。これ1期5話。おお、なんでここにこれが。これ並べてほしかったな、これ。そうだね。2期4話ですね。これは、あ、これは1期の最初からやな。で、お、周一ですね。これ等身大なんかな。周一181センチなんでね。あ、等身大ではないか。やるからには本気でやりたい。吉川優子。おお、リズトリや。ここはリズトリコーナーか。あ、リズトリじゃない。誓いのフィナレコーナーか。ああ、そうだね。ね、そうですよね。うん、おー、トロフィーやるやん、これ。これなんて書いてあるこれ。ちょうどリボンで隠れてて見えん。どのコンクールの金賞やこれ。見えへん。はい、で逆、おーおーおー、いいないいな。ごっついピンボケしたけど、おーいいな。吹奏楽コンクールとか。どの吹奏楽ですね。京都府大会なのか。はい、これが。ああ、この演奏シーンは、さすが演奏シーンだけじゃわからへんな。みぞれが映ってたことは赤で、あれ、これもあれか。これは京都コンサートホールじゃないかな。ってことは不大会ですか。で、あっちに、一期最終回。お、北尾高校の校章がある。あ、こんな校章だったっけ。初めて見ました。知らなかったね。すげえすげえ。で、ここに、ああ、いいね。ああ、いいね、これいいね。で、あ、これ譜面隠しがこんなところに、これ見えづらいところにあるな、これ。
ね、この譜面隠しが。トイレはどうなってるんでしょうか。トイレは、あ、トイレ普通か。さすがにトイレには誰もいないですね。はい、まあこんな感じでした。いやー、しまった。今ここのプロジェクターの何やろ思ったら、横にめちゃめちゃ DVD 円盤がある。これを、そうか、壁に映して見れるってことか。素晴らしい。はい、せっかくなんで、レイナとツーショットということで。いやー、おっさん何それ、ひそいっちゅに。いや、これ最高ですね、これね。スクショポイントです。あー、いいな、これは。はい、今部屋を堪能してるわけですけども、こちらなんか宿泊客にだけもらえるんですよね。そう。はい、なんかポストカードらしいんで、なんかうまいこと見えへんように入れてくれてましたね。スタッフの方ね、ちょっと開けてみたいと思います。あ、いやいや、これかい。まずこれかい。これは持っとる。これはめっちゃ持っとる。これも3部入ってるのかな。あ、これ1部しかないし。あ、違う違う、これ3枚か。え、3枚入ってる。いや、1枚ですね、これ。これポストカードもしかして1枚だけかな。あ、いやいや。あー、手触りは3枚。あ、3枚入ってますね。じゃあ、開けてみます。どんなんかな。せーの。おー、めっちゃいいやないか、これ。めっちゃいい。これ、これ、これ、これ。いやー、嬉しいな、これ。曲げんと持ってかんの大変そう、これ。アキさん、これです。おぉ、やったわ、これ。これいいですね。うん、はい、以上、特典開封コーナーでした。はい、なんとこれプロジェクターで映して、これはいいな。届けたら見るで、あー、ええシーンやな、これ。アッキーさん、ええとこチョイスしますね。はい、著作権やばいんで、ここで切ります。届けたいメロディーの文化祭の前ですね。さあ、このプロジェクターでこうやってね、リズと青い鳥見れるのは最高ですね、これは。はい、せっかくなんで交流ノートも書いてみました。字汚な。はい、ということで今日はね、UFO のこのコラボの、ホテル系派にね、飯を食いに行きました。今、8時に予約してるんで、あと4分ですね。楽しみ。はい、来ました来ました。なんとこれですよ。素晴らしいっすね、これは。やべえです。はい、これが特典のランチョンマットですね。いやー、最高やないですか、これ。はい、これからの京阪ホテルと、響き方にもコラボですね。僕はこのオムライスとですね、この、中爆音フルーツケーキと、レーナの飲み物を頼もうかと思います。はい、横にエイカさんいます。はい、ということで、最高の BGM 流れてますけども、はい、これ、クミコのイチゴミルク、そしてこれがレーナのアイスハーブティーですね。で、これがストローについてくる、なんとかってやつと、これがですね、飲み物1杯につき1個ついてくるランダムカードなんですけども、なんと、エイカさん、一発目にシークレット。押し割ってないけど、ね、やばい。一発、だって一発目ってか、1杯しか頼んでないですもんね。これでシークレット当てるって。欲しい以外は当てられるんだよ。強運の持ち主ですね。ノーノーノー、これこそ、物欲センサス。さすが強鬼の ATM です。テヘペロ、うん。ありがとうございます。これ並べて写真撮ります。卵大好き、クミコのオムライスですね。はい、ありがとうございます。来ました来ました。おお、そうそう、これも一応おまけですからね、これ。これからこれ。そうですね。これ。チーズだけ取っちゃう、うん、チーズだけいただきます。一応、これと最後にケーキかけます。申し訳ない。はい、勘違いしました。この、ランダムコースターは食事とドリンクでついてくるそうですね。ちなみに食事は1つ1200円、飲み物は1つ720円です。はい、このレーナのドリンクですが、エイカさん曰く、あ、そうか、確かに色が違うな。そう、ね、ガム白とかレモン絞ると色が、やってみてみてください。やってみます。じゃあちょっとまずガム白入れてみますね。これじゃあちょっとめっちゃアクリル、ガム白を入れてみます。むずこれ。ちょっと手を逆にせんとむずい、これ。じゃあガムシロ入れてみます。せい。あ、ガムシロ
変わった。変わったでしょ。すげえ。なんで？あのね、マジックやべえ。ダメんだよ。私はそれ覚えたから。そういうあれで。はい、みんなで5杯頼みましたんで。いきまーす。はい。バタフライピーはこうすると。おお、色が変わる。これすごいな、ほんまに。色がほら変わってきます。素晴らしいです。まあすごい。何してんすか。そうだ、ロリコーとか言って。はい、さくらくんすごい色変わったよっていう風に鬼遊びしてます。はい、栄華さんはあの後藤拓也とリコのカップルバカです。はい、イエス。はい、ありがとうございます。はい、食後に頼んだ中馬くんのケーキですね。来ました来ました。タワチーだろう。わあ、本当に。はい、ありがとうございます。もう一枚ゲットです。かわいいな。何すか。でも一番可愛いのはリコお前だぞ。何を言うとんだ。エイカさん一言ですか。何を言うとんねん。エイカさんもこれ食べてますからね。このかわちー。はい。はい、ということで今ホテル経営班を出てですね、今日一緒に泊まるまさにゃんさんですね、前に生配信出てきました。めっちゃかっこいいパーカー着てはります。季節の予報って誰でしょうか。さあ、この板は何でしょうか。なんだこの板は。すごい匂い。これはすごいぞ。はい、じゃあちょっとまさにゃんさんの、あ、ごめんなさい、リアクションをちょっと、はい、まず電気をつけましょう。おお、いいですね。症状、シールじゃないんだ、やっぱりちゃんと印刷されてますよ。印刷なんだ、シールじゃないんだ。印刷か。しかもこれリアル身長？いや、違いますね。あ、リアル身長なんだ。多分ですよ。あ、でもリアル身長かな。周一が身長なんだ。うん、ね、リアル身長っぽいですね。周一181なんでね。はい、まさにゃんさん、感心でございます。そうですね。ただね、それリボンが邪魔で何大会か見えへんんですよ。ああ、更新できると思います。はい、ということでまさにさんのリアクションでございました。はい、ということでホテル鶏飯のやつ以上、まあ、4種類、今日もまたいつの間にか栄華さんが全員分をおごってくれてる男前のことをしてました。男前じゃない、ほんまに栄華さんいつもね、ほんまに何人でいようかね、知らん間に全員分払ってくれます。イケメンです。ごちそうさまでした。ってことで、まあ言うたらごめんなさい、これタダでゲットしてしまいましたけども、4つですね。じゃあちょっと開けていきます。でこの後ちょっとアッキーさんとまさにさんもちょっと手元開けて取らせてもらおうと思ってますんで。ちなみに栄華さんはですね、一発目からなんとシークレット当てはりました。後で見せます。すごいです。じゃあいきます、一発目、せーの。あ、仲良し川や。仲良し川、はい、一発目仲良し川です。はい、では二つ目、ちゃみちゃん出ればいいっすね。いや、とりあえずここでダブらへんことお願いします。俺は被るようなんでね。はい、では二枚目、はい、ダン。おー、いいよ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 、はい、今のところ2種類被らず、うん、はい、次3枚目です。この方がピンじゃないですもんね、なんかやっぱりコンビとか取りですね。せーの、ドン。おい、赤ぶった2連続かい。あ、でもいいじゃないですか、レイナちゃん、クミレーとカナエちゃんだから、うん、そうですね、まあ最高ですね。はい、では最後の1枚です。はい、どうぞ。せーの、ドン。なあ、おお、加藤と、あ、加藤って、葉月と早苗でした。はい、ちょっと栄華さんの見せてもらっていいですか。ちなみに栄華さんが当てたシークレットをお見せしておきましょう。もしもホテル鶏飯に来る予定がある方で、見たくない方は、目塞いでください。はい、見たくない方は今、見たくない方は、見たくない方は目を閉じてくださいね。はい、いいですか。はい、一緒にどうぞ。はい、はい、シークレットこれです。なんでやねん。これがシークレット。せーの、せーの、3、2、1。これめっちゃ良くないですか、このシークレットね。はい、私は中学生がシークレットと思い込んで、思いながら弾いてました。しかも栄華さん6枚工程4種類ですからね、引き強いですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとここからはですね、アッキーさんとマサネさん取らせてもらいます。はい、じゃあアッキーさん開けてもらいましょう。はい、アッキーさんも4枚ですか。4枚。はい、3枚目出るでしょうか。はい、ああ、誰でしょうか。誰が出るかな。どこにあるの。ここか。誰。ああ、シークレット。一発目がシークレット。なんだと。物欲センサーですよ。すげえ。一発目に2枚目シークレット。2枚目もシークレット。かぶったら交換しましょう。
2枚目は3枚目シール。うわ、嘘、2枚目のシールです。こんなことある、これやっぱり物欲センサーです。マジか。3枚目シール、3枚目シール、ちょっと笑いましょう。ランダムなんだこれ、完全にランダムだよ。いや、ほな、エイカさんの、おー、仲良しかですね。でも、なんか、ミレイちゃん見ないっすね、あの。え、エイカさんも当たってないですか。さっちゃん、みっちゃんがほんとに当たんなくて。さあ、最後。はい。さあ、最後。誰や、仲良し側の最後は。おー、なんだと。みっちゃん、さっちゃん。わー、すごい、シークレット2枚でしたね。はい、アキさん、ありがとうございます。はい、ということで次、まさにゃんさんですね。これでシークレットやったら笑うしかないっすね。なんでやねん。嘘やろ、シークレットやん。俺以外3人とも1枚目シークレット。嫌われてるな、これ。マジか。お、これもまたシークレット。怖いですね。どうすか、どうすか。あ、白だ。いや、もう。白だった。あ、くっついた、くっついた。中に入って。あ、あ、あ、あ。おー、さじゃあ、みっちゃん、ダブル鈴木や。ダブル鈴木が来ましたね。おぉ。次、3枚目です。うっ、おぉ、めっちゃいい。そこは3種類や。仲良しがよく出るね。ねえ。3種類。ダブリなしで、奇跡のダブリなしか。さあ、おぉ、これ、かぶり、かぶりなし？どうや、せーの、ドン、ほら来た。うわ、すげえ、あ、すごい、すげえ、バラバラや。全部ポンプですよね。なんてこった。4種類だから、あと1枚、うん、そうですね。だから、はずきとサファイアがいないっていうね。でもすごいですね。はい、まさにゃんさんでした。はい、ちょっと今あの地下フィナーを見てたんですが、この夏希が持ってるトロフィー、この形ね、この形とこの飾られてるトロフィー、これ一緒かな。あ、これ一緒かな、これ、一緒だと思いたい。あ、ちょっと違うか、ここのちょっと ね、ここのここがね、そう、ここがちゃいますね、ちょっと若干広いのよ。そうですね、映像の方がね。はい、だけど全体的には似てますよね。似てる感じ、上トーン記号やし、うん、あ、やっぱこれだから、これ模されてるやつですね、これが、うん、まあ、多少の、うん、ね、さ、あれで、ね、ちょっとこれ読みづらいですけど、うん、こう見たら分かるんですよね。あの、関西吹奏楽コンクール。これ、リボンで隠れてるの、ちょっとどけてほしいな、これな。動かないですよ、これ。はい、ということで、まあ、ここのトーン記号と、まあ、これを見ると、あ、だからこれやな。はい、以上です。はい、例えば、まだまだ UFO ホテルですね。はい、もう今も夜も更けてね、1時53分になりました。10月7日、マサリアさん爆睡してはりますけども、アッキーさんと自分はですね、2期の1話を見てました。で、このビバーチェのこのこれですね、これもしかしたら昨日京阪ホテルで食べたですね、中爆フルーツケーキでしたね、うん、あれの音符ってこれを模してるんかなと思って。で、アッキーさん音楽詳しい方なんで、今ちょっと一緒に検証しております。どうですかこれ。ね、はい、この8分の連符と8分音符はあります、はいはい、あります。ちょっといいですか、はい、見させてもらって。これとこれですね。ああ、なるほど、うん、ああ、ありますね、はいはい。それだけ、あと3つね、これが等音記号、はい、平音記号、はい、で8分9符なんだけれども、はい、それはこっちには載ってないです。ああ、なるほど。なので、8分音符と、何でしたっけ、二分音符ですかこれ。八分音符と八分の連符。あ、八分音符と八分連符っていうんですか、うん、これ。これがあるってことですね。ある。うん、あ、八分音符はこれですよね。そうそうそう。あ、で、連符がこれですね。うん、そうそうそう。なるほど。はい、ということで深夜まで何してんですかね、我々は。ありがとうございました。はい、なんだかんだでアッキーさんと2時24分ですね。もうこんな時間まで起きてました。はい、マザリアさん爆睡ですね。ハズキとサファイアの真下で、マサリアさん大爆睡ですね。はい、ということで、そろそろ電気を消してね、寝ようかなと思います。ああ、最高、
最高です。では皆さんおやすみなさい。はい、どうもおはようございます。いい時間に目覚めました。5時間寝たかな。寝れなかった、あんま寝れなかったですか。よいしょ、ここで目覚めるのは最高ですね。はい、もう少しだけ、楽しもうと思います。はい、起きてすぐリアルな話。ここね、一人で宿泊すると2万5500円だそうですが、3人やとなんと1万円以上安いですね。はい、13,834円でございます。はい、寝起き声で失礼しました。さあ朝一からね、朝一から最高のシーン見ております。こいつが入るスペースがないんだよ。ああ、ここは何平米だ。どうなんだ、水部屋26平米だもんね。はい、ということで、朝8時前のいいシーンでしたね。はい、今プロントというところ、9時15分ぐらいですけども、スパイファミリーとなんかコラボしてますね。ドリンク、ホットコーヒー。はい、ということでプロントというところで、モーニングですね。ハムなんたら、ハム、はい、ハムチーズなんたらトーストです。はい、11時チェックアウトなんで間もなくですね。ということで最後にもう一回だけ部屋取ってきます。ああ、いいな。はい、でちょっと昨日取ってなかったこの交流ノートあるんですけれども、この裏がねちょっと譜面隠しになってますね。あの総賀より子先輩が配った譜面隠しですね。ちゃんと書いてます。全国ですね、これは。ここが最高、ここ最高ですね。はい、で、あの昨日の生配信でね、これをあの一発で当てた方がいたんでね、このすごかったです。ちなみにこれの答えは駆け出すもなかの、葉月の目線で見た周一郎、久美子のグータッチですね。アッキーさんが言ってはしました。周一、これ多分等身大ですよね。いや、ちょっと低いよ。ちょっと低いか、うん、あ、そうですね、周一181センチあるんで、うん、ちょっと低いか。ちょっとここもせっかくね、細かく撮ってきます。ああ、いいですね、優子。あ、いいですね、それが多分私の始まりのところですね、これ。あ、ここもいいですね。てか、どこもいいですね、これね。森田忍ですね、サムフェス。あ、ここいいな、ここ。全部いいな言うてますけども、いいシーンばっかりですね。ここの小日向夢の目線がいいんですね、これね。さあ、まもなくこの部屋ともお別れとなります。はい、ちょっとこっちも、はい、これね、まずこれ、これ、あ、いいですね。はい、ちょっとここからベッドがあるんでなかなか取りづらいところです。で、昨日の晩はね、マッキーさんとこれが、何話のどこのシーンやっていうのをね、ちょっと検証してました。はい、そのこの北宇治高等学校の校章初めて見たって言った直後に、北宇治高校吹奏楽部へようこその劇場版の初っ端に映ってたということで、2人でびっくりしましたね。よいしょ。はい、そして、ここの、楽譜。これが、アッキーさん曰く、三日月の舞の、のとこだそうです。はい、ということで間もなくお別れです。はい、ということで、間もなく、超絶名残惜しいですけども退室の時間となりますんで、感想だけ言っておきますと、最高の一言です。なんかもう寝ててもね、 UFO に囲まれてるっていうのが最高でした。うん、また来たい。で、リズと青い鳥の部屋に関しては1泊2万8000円だそうです。2万8000円出ましたね、うん、で、2人で泊まって、1人1万8000円らしいです。まあ自分はもうコロナでね、今仕事がもうほとんどないので、まあ戻り具合で、またね
決めたと思いますが、3月いっぱいまでも予約埋まっとるらしいんでね。で、UFO 部屋に関しては11月が結構空いてるということなんで、まあ、もしね、興味のある方は見てみてください。なんかネット予約しかできないらしいんで。ただただ最高でした。今日も起きてすぐ2期10話ですからね。起きてすぐ2期10話、壁にプロジェクターで映してみるっていうね、最高のひとときを朝から過ごしました。はい。アッキーさん、なんか、これだけになりますけど、なんかよかったら。ああ。アッキーさんです。アッキーさんです。はい。もうマサリアさん帰らはったんで、うん、帰ったというか、別の場所行かはったんでね。まあ、言葉はあんまりないんだけど、やっぱり、ハマーさんと一緒、最高でしたね。ね、最高の人ですね。表現しようがないですね。はい。で、昨日ちょっと昨日とか今日ですけど、まさにゃんさん寝てはる間に、ちょっと2期1話を見てて、謎のシーンが出てきたんで、またそれ疑問動画出したいと思います。はい。またアッキーさん、ともどもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それではよかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなど、お願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。それでは、最後まで。あっきーさん、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい、なんと羅針盤の、アバンティ店行ったらこれ安かったです。買ってしまいました。しかもなんかカード作ったら1割引になったんで3960円で買いましたね。これラッキーですね。はい、追加でした。